国広陽子の今夜もシネマ。今週はヒンヤリウィーク、今日はブラックホーンです。まあある時フィーニーは不思議なあの仮面をかぶった男の人にマジックを見るかいって言われるんですね。見てるうちに黒い板に無理やり押し込まれてしまうんですね。でたどり着いた場所っていうのは薄暗い地下室なんですけれどもね、時々その線のつながってない電話が鳴るんですよ。そうするとグッ、まあこれサイコスリラーなんですけれども、ただのサイコスリラーだけじゃなくて、少年少女たちの気持ちがこういっぱい出てて、で恐怖と立ち向かうその強さとか、こう目に見えない信じる能力とかね、見事に描かれてるんです。大抵怖いホラーとかそういうのは大人のヒーローが出てきますけれども、今回は大人のヒーローが一切出てこない。それがすごい。